潮風は四国旅客鉄道及び西日本旅客鉄道が岡山駅予算場駅、松山駅を宇野線、本守備山線、予算線経由で運行している特別急行列車である。山陽新幹線に接続して岡山市と香川県の生産、愛媛県の各都市を結ぶ JR 四国の主力列車である。1972年3月15日に それまで運転されていた急行、イオンを格上げしたことにより、高松駅宇和島駅間で運転を開始した。同時期に運転を開始した南風と共に四国発の特急列車であり、1986年11月1日に L 特急に指定されている。1988年4月10日に本市備参線が開通に伴って、岡山駅発着に変更され、引き続き、 高松駅を発着する列車は石槌として運転されるようになった。瀬戸内海の海から吹く潮気を含んだ風である潮風をひらがな表記にしたものである。潮風の名称は1965年から1968年まで新大阪駅広島駅間を運行する特急の名称として使用された。また、房総地区の臨時列車にも漢字は異なるが、 潮風が存在していた。岡山駅松山駅間で折り15本上り14本、伊予最上駅岡山駅間で上り1本が運転されている。運行区間のほとんどが単線区間で列車の増発が困難であることから、伊予最上駅始発の1本を除き、宇多津駅、田土津駅松山駅間で高松駅発着の石槌を並結している。ただし、 多脚機は一部列車を除いて、宇多津駅、または、多度津駅での増解決作業を行わず、全編成が、岡山駅発着の、潮風として運転される。この場合、高松駅、宇多津駅、多度津駅間に接続列車として臨時、石槌が運転され、宇多津駅、多度津駅間の確定車駅で乗り換えとなる。また、団体客が乗車する場合も同様で、時刻表に乗らない場合が多い。 逆に、瀬戸大橋が強風で運転を見合わせ、予算線のみ、運行可能な場合は、打たずでの切り離しはせず、全列車全編成とも高松駅発着となる。1990年に2000系の量産車が、予算線に投入された頃から、岡山駅、宇和島駅間を結ぶ直通列車は、宇和島発が朝の上り3本、宇和島機が夜の下り2本のみとなり、 偏った状態だった。予算線の電化完成当初は、岡山駅、宇和島駅間を結ぶ直通列車は、宇和島発が朝の上りと宇和島機が夜の下り各一本のみ残されたが、松山駅で2000系同士の乗り換えが1日1回、発生し、乗り換え利用時と直通利用時とで特急料金が異なることが利用客から問題視され、一時的にに往復とされた。 2011年3月12日からは、再度宇和島発が、朝の上りと宇和島機が、夜の下り各一本のみに変更された。2016年3月26日のダイヤ改正で、8600系の潮風への新規投入により、使用車両がすべて電車に統一され、特急列車は松山駅で完全に、系統分離された。岡山駅小島駅歌津駅丸亀駅。 多度津駅、観音寺駅、川野駅、伊予三島駅、新浜駅、伊予西条駅、三部川駅、今治駅、松山駅全列車が、松山運転所所属の車両で運転されている。なお、宇野線、本守備山線では振り子を含む、車体傾斜機構は使用しない。現在の使用車両運用上の特徴として、石槌編成が、岡山駅、高松駅側に、潮風編成が、 松山駅側に連結される。このため、松山方面駅では、潮風が先に、宇多津駅、多動津駅に入り、石土が、駅手前で信号待ちを行う。九百九十八年三月十四日から二千十四年三月十四日の間は、潮風の所要時間短縮のため八0系の向きが、編成ごと方向転換されていたが、二千十四年三月十五日の、 ダイヤ改正から元の向きに戻されている。これにより、グリーン車の位置が編成の1号車に統一された。過去の使用車両 JR 四国もシェア確保のため、積極的な営業戦略を行っている。具体的には、西日本旅客鉄道と協力しながら、新幹線との接続改善、特別企画乗車券である阪神往復古い切符の発売、パークライドサービスの実施、 四国、瀬戸内海エリアでテレビコマーシャルの放送などが挙げられる。大阪府と愛媛県との間の交通機関別の輸送シェアを2000年と2005年とで比較した調査においては鉄道のシェアはほぼ横ばいであった。施設面では2006年11月に岡山駅の京城駅車下による乗り換え利便性の向上が図られたほか 宇野線の部分伏線化工事が2009年に完成し、同年3月14日のダイヤ改正で1から2分所要時間が短縮された。沿線一部自治体が潮風のフリーゲージトレイン化による新大阪駅直通列車運行を要望しており、実際にフリーゲージトレイン試作者による試験運転が行われている。すでに電化されているため、南風よりも実現性が高いものの、 沿線自治体の姿勢が一貫していない上に、どの自治体も財政が厳しく、強く推進されていないのが現状である。JR 四国は2006年に、国土交通省交通政策審議会、交通体系分科会の地域公共交通部会に提出した資料の中で、長期的に望まれる投資として、瀬戸大橋線を介したフリーゲージトレインによる新幹線直通列車を挙げている。 これと合わせて、予算線の伊予市宇和島間の電化や、伊予西条松山間の短絡線も挙げられており、フリーゲージトレインが具体化した場合にはこれらの投資の必要性を考えているとみられる。JR 四国の松田清志博社長も2008年の雑誌の対談記事でそうした趣旨の発言を行っている。2010年には、 松田会長や泉正文社長が高輪半島の付け根の短絡線による予算線の時間短縮について相次いで言及した。泉社長はこれを含めた高速化の費用を1500億円と述べ国の支援を求めているとしている。ありがとうございます。